こんにちは、こんまりこと近藤麻理恵です。今日のこんまりチャンネルは、控室でお送りいたします。ここはいわゆる、まあ、メイク室でですね、今から私は、撮影の準備に入っているわけなんですけれども、朝早いんですよ。朝早いのでちょっと朝モードなわけなんですね。で、そうだからこういう場所で朝ごはんを食べたりするんですが、こういう時の朝ごはんって、私こんな感じで寝てますね。お味噌汁をいただいてます。眠すぎてなんかあれなんですが、そうお味噌を、私出張の時に絶対に欠かせないグッズが味噌ですね。これチューブ用のお味噌でいただいたものなんですが、オーガニックのひよこ豆のお味噌。朝ね、本当お味噌汁がないと一日が始められないので、旅行出張の時も絶対に持って行ってます。そうこんな感じで朝ごはんを食べながらメイクをしながら台本を読みつつ今日のお仕事の準備をしているわけなのですが、今日はせっかくなので何の話題にしようかな。リサちゃん、はい、いや今撮ってくださってるのがアシスタントのリサちゃんなんですけれども、リサちゃんのじゃあお悩み相談をしようかなと思ってます。急すぎるんですけど、めちゃぶり。そうリサちゃんって今 LA 来ていらっしゃって何年目くらいでしたっけ？はい、4年目になります。4年目で、はい、お仕事は基本基本はこっちのローカルのコマーシャルを、うんうんうん、はい、やってます。コマーシャルので、アシスタント、はい、コーディネーター、うん、はい、コーディネーターやってます。そうそう、はい、コマーされたりしているわけです。プロダクションで、はい。リサちゃんって普段、はい、なんか今困ってることとかあったりするんですか？私が解決できないこともあると思うんですけど。困ってることですか？ちょっと待って、順風満帆。うん、最近なんか新しいこと。そうですね、今自分の会社を立ち上げたんですけど。素敵、ありがとうございます。ちょっとマリエさんみたいにかっこいい女性になろうと思ってちょっと頑張ってるんですけど、まあ、それでいろいろ初めてのことがたくさんありまして、やっぱりどうやって自分になんか初めてだとやっぱり自信がないじゃないですか。自分に自信をつける自分持ち方日本語が下手でごめんなさい自信に、いや私も自信ないんですけどいやそんなことないですけど自信を持ってる人っているんだろうかって感じですよね。逆に今自信がなくて何ができないとかってあるんですか？なんかなんか何かをやってて、いや だからなんかその初めてかばっかりで、何をどこから始めたらいいか分かんなくて、その初めの一歩がで出ないっていうんですか？わかります？多分その一歩が出たらよし行こうみたいな感じになると思うんですけど、その初めの一歩がなんかどうしようこれでいいのかなとか考えちゃう。相談も誰にしたらいいか分かんなかったり、はい。ということは誰か相談したりとか、はい、誰か多分ね、これがリサちゃんの本音かどうか分からないけど、例えば誰か相談する人が欲しいとか、それについて喋る人が欲しいとか、ね、っていうものが、ね、多分そうそう、まだ始めたばっかりだと確かに、ね、もやっとするかもしれないから、そうそうそう、なんかね、でもやっていくうちに自信とかって出て、はい、自信とか、あ、こういう感じなんだっていうのが分かってくると思うから、例えば私だったらどうしたかな。私がね、はい、会社を辞めて、独立した時が何歳の時だろう、24歳、うん、の時に
会社を辞めて独立して自分でこうそれこそ会社というか個人事業主になろうって言った時にやってたことっていうのはとにかくなんか同じような経営者の方にいっぱい会ってみようみたいなことをやっぱりしていて、あのそういう方たちがいそうなセミナーに行ったりとか、あとね、あの経営者の方が集まる朝食会みたいのがあって、うん、そこに行ったりして、あとそういう女子会、起業家女子会みたいなのってあるじゃないですか、うん、そういうのに行って結構喋るっていうのは初めのうちは結構してましたね。そうで探したら結構探したらというかたくさんいるんですよね、うん、そういう人たちの間でそうただ喋る、こういうことしてますみたいな、なんかね、あの自分がこういうことしてますとかこういう仕事をしてるんですとかこういうことをしていきたいんですっていうのをなんかとにかくたくさん言語化するようにしていて、なるほど、そうあのリサちゃんって今、アパレル、そうです、アパレルの、はい、アパレルのネットショッピングみたいな、オンラインがメインになりますね、はい。それってなんで始めたんですか？その私のブランドが、うん、あの You will be okay っていうブランドで、うん、日本語で訳すと、うん、大丈夫だよみたいな、うん、絶対大丈夫だよみたいな感じなんですけど、うん、このコロナ禍で、うん、あのそのなんだろう、だ喋る人がいなかったり、うん、でなんか落ち込んじゃって、でなんか生きる希望をなくしちゃった人とかが結構いるって聞いたので、うん、でそれもでなんか私もいろいろ人生あって、でなんかその You will be okay っていうフレーズを聞くだけでなんか頑張ろうみたいな気持ちになるなと思って、それでなんか喋る相手がいなくても私のブランドで生きよう頑張ろうっていう思えるブランドを作りたくて、はい、立ち上げました。それすごいいいコンセプト、ありがとうございます。すごい、それいうのもじゃあ本当に一人で考えてそういうコンセプトとかも進めて、そうですね、なんか普通のブランドの名前じゃなくてちょっとフレーズ的な感じのブランドにしようと思って、なんか意味があるブランドを作りたくて、誰が聞いても分かるっていうね。そうですよね、はい、そのブランド名の背景を説明しなくても、はい、あ、こういうメッセージを伝えたいんだっていうのがすごい分かるのがいいですね、はい、そうなんですよ、その理由で立ち上げました。素敵素敵、ありがとうございます。つけまつげをつけまつげ、しゃべれないこんにちは、近藤まりえです。今日はオンラインの片付けコースのご案内をさせていただきます。このコースは世界中の皆さんが実践していただいているこんまりメソッドの片付けをバッチリマスターできるコースになっています。洋服の畳み方から収納、そして一番大切なときめきの感じ方まで、片付けに必要な全ての情報をこのコースにギュッと詰め込みました。このコースによって片付けを終わらせてときめく人生を手に入れましょう。一緒に頑張っていきましょうね。